こんにちは、しんです。今回はアイアンを軽く振って飛ばすコツについてお話ししていきます。レッスンの時によく聞かれるのが、どうすれば軽く振って飛ばせますかという質問をよく受けます。で、これ結論なんですけど、軽く振って飛ばすにはいかに軸がぶれずにクラブを振っていけるかというのが重要になってきます。今回の動画では軽く振って飛ばすコツを解説していきます。動画の最後ではアイアンの飛距離アップ練習ドリルについてお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、なぜ軸がぶれないとクラブを速く振れるのかっていう説明からしていきます。これは縄跳びを回すときを考えてもらうと分かりやすいんですけど、縄跳びを回していくとき、手元が支点になって縄を回していきます。で、その時に手元の位置がずれてしまう、位置が前後左右にずれてしまう状態だと、なかなか速く回すのが難しいと思います。縄跳びを速く回そうと思うと、支点の位置、脇はある程度固定した状態で、支点の位置がキープされたまま回す。で、他縄跳びも速く回せると思います。なので、物体を回していくっていう動作ですね。クラブも回しながら、遠心力に負けないように振っていく必要があるんですけど、その時には支点の位置っていうのは、あまりぶれない方が、その先、一番先のクラブヘッドを速く振っていくっていうことができます。で、スイングの時にどこが支点になるかっていうと、首の後ろをイメージしてもらうと分かりやすいです。首の後ろの支点、ここはあまりぶらさないようにしながら、しっかりクラブの先を振っていく。で、この首の後ろの支点をキープしながら、クラブの先をいかに速く振れるかっていうのができると、軽く振って飛ばせるようになります。ここから軽く振って飛ばすためのポイントを2つお話ししていきます。で、1つ目のポイントは、クラブの運動量を最大化する。一番効率よくクラブヘッドを動かすポイントをお話ししていきます。クラブの運動量を最大化していくためのポイントは、振り上げた時にもう腕とクラブの角度が90度になっている状態。で、今度は前に振っていった時も腕とクラブの角度が90度になっている状態。後ろと前で腕とクラブの角度を90度にしていくと、クラブの運動量を最大化していくことができます。逆に良くない状態はどういう状態かというと、振り上げた時にこの腕とクラブの角度が浅くなってしまう状態で、そこから前に振っていった時も腕とクラブの角度が浅い状態、腕とクラブがまっすぐになりすぎている状態です。こういうスイングになってしまうと、腕を振るスピードイコールクラブを振るスピードになってくるので、なかなかスピードを楽に上げていくっていうのが難しいです。楽に振って距離を出していこうと思うと、振り上げた時に90度、前に振っていった時も90度の角度を作っていくっていうのが重要です。一つ注意点は、この90度の角度を後ろ前で作っている時に、前から見ると90度なんですけども、横から見た時に縦向きにこのクラブを90度に作らないように注意しましょう。縦に作ってしまうと、その後ボール方向に打つときに前傾が崩れてしまうっていうスイングの状態になりやすいです。まず横から見たときは、このクラブのシャフトの傾きがちょうどボール方向を向いているぐらい、シャフトの傾きが斜めになるようにですね、斜めの状態で前に振っていく。で、前の90度の角度を作った時も、ちょうどシャフトの傾きがボール方向を指しているような状態。後ろの90度、前の90度。その時にシャフトの傾きがちょうどボール方向を指すような状態。これで後ろと前の90度を作っていくと、スムーズにスイングをしていきます。今の形でスイングできると、腕を振ったスピード以上にクラブヘッドがしっかり動いてくれる。クラブの運動量が最大化されるので、楽に振って飛距離を出していきますので、ぜひ試してみてください。軽く振って飛ばすためのポイント2つ目は、支点をなるべくずらさないっていうのが重要です。スイングの支点に関しては、首の後ろを意識してもらうと分かりやすいです。で、この首の後ろをスイング中に、基本的には遠心力に振られて、すごく左右にどうしても動きやすくなってしまいます。で、左右に動かないようにしていくために、首の後ろの支点を遠心力に負けないように引っ張る意識っていうのが重要になります。支点の意識があまりなくて良くない状態だと起こりやすいのは、
スイングをして振り上げた時に支点の位置が後ろ側にずれてしまう。で、今度ボールに打ちに行くときは支点が前にずれすぎて打点の位置もぶれてしまったり、クラブの先も早く振っていくことが難しいっていう状態になります。で、ここからなるべく支点を動かさないように意識して練習をする方っていうのも結構多くいると思うんですけど、支点を動かさないようにっていう意識だと実は動いてしまうので注意しましょう。その場に支点を留めようっていう意識だと、どうしてもこう重いものですね、クラブとか腕を振り上げた時にはそこに吊られる形になってしまいやすいです。実際に支点がずれないためにはどうすればいいかっていうと、振り上げた時にその遠心力に負けないように反対方向に引っ張るっていうのが重要です。で、具体的にはバックスイングでクラブを振り上げた時に首の後ろの支点を目標方向に引っ張ってあげる。振り上げた時に遠心力に負けないように引っ張るっていう力を加えることで、自分の意識としては振り上げた時に支点を前に引っ張っていくイメージなんですけど、実際の見た目上はバックスイングで上げていくクラブヘッドや腕の重さですね、これの遠心力がかかってくる状態、そこと引っ張る動きっていうこの力のバランスが取れると見た目上は動いていない状態が作っていきます。なので、その場に留まるっていう意識よりも前方方向に引っ張るっていう動きを上げるときに入れてあげることが重要です。首の支点を引っ張っていく、そこから前に振っていくときも今度はクラブヘッドがどんどん前に振られる状態になるので逆方向に引っ張っていく、そうするとインパクトの後の頭を残していくっていう意識も作りやすくなってきます。首の支点を前に引っ張る、後ろに引っ張る、この状態で支点をずらさないようにして、かつクラブの動きも一番最大化できるようにクラブの先を一番動かしてあげる。この使い方をしていくと支点がぶれない状態でクラブを早く振るっていうのができるようになってきます。最後にアイアンの飛距離アップについてお話ししていきます。練習方法としては連続素振りですね、左右往復の連続素振りをなるべく早く振る、これを今日のポイントを意識しながら練習していきましょう。最初はテンポゆっくりで OK です。まずはポイントを確認しながら、後ろの90度、前の90度、これを作りながら左右往復で振っていきます。で、次にポイントの2つ目の首の後ろの支点、これをなるべくずらさないように、ずらさないために遠心力に負けないように引っ張りながら軸を安定させていきます。で、この状態でだんだんテンポを速く連続素振りをしていきます。一度自分ができる限界まで速くしてみましょう。今みたいに連続素振りを速く振っていくためには首の後ろの支点をずらさない状態で、少し体幹の筋肉でこう支点をずれないように遠心力に対して引っ張りながら連続素振りをしていくっていうイメージになっていきます。で、そのイメージが作れたら実際にボールを打ちながら練習していきましょう。で、今のは軽く振ってしっかりと距離を出していくことができました。で、今日の練習のポイントはなるべく頭の中で短い言葉でイメージしながら練習していくと練習の再現性を高くしていきやすいです。で、今日の合言葉でいくと首の後ろ支点で後ろ90度前90度の状態を作っていく、首の後ろ支点で後ろ90前90後ろ90前90首の後ろ支点で後ろ90前90後ろ90前90、この状態をなるべく早く左右に往復の素振りをしながら作っていきましょう。この左右往復の素振りを早く振っていくと体幹の筋肉で支点をずらさないように引っ張るっていう動きですね、体幹の筋肉をすごく使うのでいつもよりも使ってる筋肉が違うなとかっていう感覚をつかみやすいと思います。軽く振って飛ばしていけるようになるためにはクラブを最大限動かしていくっていうポイントと、支点をずらさないための体の使い方っていうのを
できるようになるっていうのが重要なので、この練習方法をぜひ試してみてください。今回はアイアンを軽く振って飛ばすコツについてお話ししていきました。でポイントは2つです。振り上げた時と振っていた時に腕とクラブの角度を90度、クラブを最大限動かしていく。もう一つは首の後ろの支点を遠心力に負けないように引っ張りながら軸がずれないようにしていく。このポイントを確認しながら練習していきましょう。軸がずれない状態でクラブが速く振れるようになると楽に振れてスイングも綺麗になってきます。距離アップしたいっていう方はぜひ頑張って練習していきましょう。コメント欄では今回の動画の感想やスイングの疑問や相談もお待ちしています。今回の動画が参考になったらいいねやチャンネル登録していただいて、また見ていただけると嬉しいです。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではさよなら。